じゃあこれから子供と一緒に行うアーナパーナサティの4回目ですねに入りたいと思います。最初鐘を1つ入れますから息の観察から入りたいと思いますので、皆さんも一緒に息の観察をなさってください。でアーナーパーナサティは息の観察をしながらですね、体に気づき、それから五感で行う感受作用と感情に気づき、そしてまた自分の思いに気づき、そして自分の体息心に気づいたその気づきを外の世界にも転じていく、そして自他一切に気づくというような行法ですね。じゃあそれをこれから子どもたちと一緒に復習しながら、また前回までの続きの後に出てきますダンマ、外の世界、それにも気づくというところまで一緒に行ってみたいと思います。じゃあ目を開けてください。で今日はまた黒板にですね、子供たちに、ゆきこちゃんとともこちゃんに絵を描いてもらいましたので、アーナーパーナサティの復習からやりたいと思いますね。子供たちはすごくてね、なかなか驚くんですけれども、ゆきこちゃんはアーナーパーナサティってどういうふうに説明するの？うん、息の吸っているか吐いているかに気づく、うん、五感で何しているかに気づく、うん、頭で思っていることに気づく、ね、すごいですね100点満点だね。まあ驚くんですけども、子供っていうのはよほど我々は物覚えがいいんじゃないかと思いますね。こう言うんだよって教えたわけじゃないんですが、僕がこう言ってここで一緒にやって、お父さんがあれこれ お話ししててって、その過程でさっと入っちゃうんですね。まあ脳さが震えてるんでしょうねじゃあちょっと書いたところに行ってください。書いて、自分で書いたところに行ってください。立ってあっち向いて、ビデオの方で、これはともこちゃんが書いてくれたのね。ゆきしも立ってください。ともこちゃん、自分の名前書ける？ここに。ゆきこちゃんも自分の名前をちょっと小さい。あかん、それよくない。まあこのようにアーナーパーナサティやっても画集を持ってるわけです英語を持ってるわけですね。はいはい、よし、自分の名前書くだけです。まあこういうことは子供の世界にはね、では日常さがみのことでして、それ大人も持ってるわけです。書いてくれたね、はい。でともこちゃんは自分で納得いかないと何遍でも消すという、まあ、意欲とともにやはり執着を持ってるわけなんだじゃあこれお姉ちゃん書いてからともこちゃん書こうな、はい、はい、これゆきこちゃん書いてくれたね。うん、ひらがなでいいね。ひらがなで書きなさい。自分漢字で書いてほしい。じゃあ漢字でお姉ちゃんに書いてもらおう。ともこちゃんの字はね、割と難しいのね、うん、これはなかなか、うん、
い、そうね。こっちはともこちゃん、おいで。ともこちゃんが書いてくれるのね。これは誰かな、自分かな、お友達、お母さんじゃないな。いや、まあ、ゆきこちゃん、これ書いてくれる。これは誰かな、ゆこちゃんのは。これ。自分か、ちびまる子ちゃんの漫画。ああ、そう。みんなさん知ってるでしょ。僕はあまり知らないですけど。それで、まずアーナーパーナサティというのは、息のね、観察をしながら、その体、それから五感、感受作用、心に気づいて、今日やるところは法、ダンマ、外の世界にも気づくっていうことなんですが、前回までここを3番までやったんですね。で、一番大事な、まあ体ですから、体はこの全体なんですけれどもね。で、トンコちゃんの方もこう体、足まで描いてくれたから全部描いてあるね。それからその次の感受作用っていうんですが、まあ五感ですね。これユキコちゃんが描いてくれたんですけど、五感ですね。で、五感っていうのは目と、それから耳ですね。と、それから鼻がありますね。で、口。まあこれはあるいは舌ですね。それから皮膚ですね。膚は難しいね。皮膚がありますね。まあこれが五感ですね。で、五感で感じたものにもよく気づくっていうようなことですね。それから心ですね。まあ心って言っても頭の思いのことですから、頭、トンボちゃん頭どこ、どの辺で考え事する、頭ってどこ、トンボちゃんの頭届く、くるここね、そうだね、頭ね、で、頭っていうのはまあ、なんて言うんでしょうね、生理学的な問題で、そこで中の方で思いを我々はするわけですね、思いね。ゆくしゃんもあれこれ考え事するでしょ、頭でね。で、3番の心っていうのは、まあ心っていうとね、胸のことも言いますが、ここハートやって、ハート書くと心、ね、だと思いますが、まあここに肉体的にあるのは心臓とか肺ですから、心臓とか肺がですね、にこの大脳を支えてるわけです、血液を送って。ですから心臓と肺が働かなくなると、特に心臓が停止しますと、大脳の活動、脳波も停止しますね。それで脳を支えているので、こっちが革新的という意味で心ね、革新的な存在っていう意味で、その心っていうのが頭じゃなく心だっていうような表現も出てきて、主に感情っていうのはこの辺に反映するんです。皆さん喜んだり怒ったりすると、この辺がまあ苦しくなる、悲しいとか、頭でね考えて怒るんだけれども、それを一番僕らが肉体で知覚するのは心なんですね。悲しい時に悲しいってこうやるけれども、本当は胸がなんか苦しくなって、喜ぶ時も胸が喜びでいっぱいになりますでしょ。まあそれで実際にはその脳波活動っていうか、そういうのを起こすのは頭なんですけれども、まあ心っていうのが昔から使われてるわけです。で、アーナーパーナサティの場合には思いと言ったらいいでしょうね。そこまでは勉強したんですね。まあユキコちゃんとトモコちゃん、そのね、目や耳や鼻であれこれ感じるでしょ、ね。それから、まあそれは五感ね。あと体にはこの皮膚っていうものがあるから、手とか足で。トモコちゃん今足あったかい、自分の足。あったかい、冷たい。トモコちゃんはね、冷えのぼせたいですよね。その足がね、割と冷たくてね、今日は割とあったかい方だな、これでもね。で、割と上の方はあったかいんですよ。いつも朝ね、あったかいからね、トモコ足とかやってね、あったかい。朝あったかくてね、夜になると冷えてくる体質なんですね。で、足も夜なんか、昨日なんかね、アイスクリームみたいに冷たかったんですよ。ね、あんまりこっち冷たくてね、上の方をのぼせるとね、怒り始めるともうお父さんでも抑えきかなくなるぐらいね。まあそういう時足温めてやってね。足温める座り方を教えたでしょ。ちょっとやってみてごらん。よくわかる。うん、やってみてごらん。あっち向いてやってみてごらん。どっちの足が冷たいとしたら、どっちの足でもいい。じゃあ左足ね。うん、どっちでもいいよ。足温める座り方ね。ともこちゃんは、ああ、ともこちゃんはそういうふうに思うわけね。そうそうそう。それでね、この前5分間やってみたのね、ともこちゃんで。で、
今ともこちゃん左足をねこのふくらはぎとね太ももの間に入れてこうやって座って、この前5分間こうしてもらったのね。そうしてその後広げてゆきこちゃんにね触ってもらったら、こっちの温度とねこっちの温度、体温と違ってたんですよ、やっぱり。ですから子供でもね、冷えた時にはねこうやっていいんだ、こうやったらいいんだよなって、この前まあシッダ用にアーサナの処方の処方を教えたわけね。そしてそしたらなんかお母さんにともこちゃんが足温める座り方がこうやって教えたって言うんだねお母さんにねだから小さいしからね、自分のその肉体的なまあアンバランスですね、いわばね、それをこうさりげなく教えておいたらですね、足温めるのはシッダ用にアーサナとか言わずにね、足温める座り方でやってやったら、もうちょっと大きくなって物心ついたら足冷たくなって気持ち悪くなったら自分でこうやって座るかもしれないですね。そんなに自然に日常生活の中でね教えていったらいいわけなんですね。まあそれもね、いずれ自分でこうやったらいいなんて気づきの開発にはなりますからね。そうしたならばその後ちょっとゆきこちゃんとともこちゃん、ここをね、ここまで分かったでしょ、体は分かったでしょ、体あるから、から感受って書いてあるけど、これ五感の感です。五感で受け止める、受けるって分かる、受け止めるね、五感のことで、これも分かったね。心、頭で思うことね、思うっていう字知ってるでしょ、ね、思うのは頭で、思った内容がまあ心っていうことですね。それから法、これは分からないね、なかなかね。で外の世界のことだ、こう書いたら分かるでしょ。外の世界って言ったら分かるでしょ、ね、あるいはこっちが自分だとすると他人のことだね。これはね、智子ちゃんにとっては自分だ、自分って書いてごらん。あ、ゆきこちゃんだ、ゆきこちゃん、自分って書いてごらん、うん、分かる、うん、自、そうだ、どうして漢字分かんなかったなんて、お姉ちゃんの失敗してるんだよ。はい、ありがとう。この時はミュージアムの後は憎らしくなってよしよし、いいですか。ゆきこちゃんにとってはこれが自分なわけね。ともこちゃんにとってはこれが自分でしょ、ね、ところがね、ともこちゃんから、ゆきこちゃんからね、ともこちゃん見てごらん、これ自分じゃないでしょ。自分じゃないのなんていうの、ゆきこちゃんたちは相手、そう、相手って分かる、書ける、書かない、相手っていうのはこう書くんだよ、相手ね。で、まあ他人、他の人っていうのいう意味で他人との言うね、兄弟姉妹、やっても他人ね。そうするとこの自分ね、この自、ね、自とそれから他ね、そうするとここは他のことだ、ここはね、こっちは他、それで1番から3番までこっちが G ね。これでゆきこちゃんとともこちゃんの自分の体、ね、自分の五感、目耳に鼻あるでしょ、自分の心、頭で考えると自分の頭あるでしょ、それから自分の頭、五感を使って見る外の世界、他人の世界があるわけね。だから自分と他人の世界があるわけね、この世界。自分じゃないものは全部他ね、他ね。今日これ勉強するから、ね、これでまあアーナーパーサティのね、あの1番から4番までまあ1番っていうのは1番から4番までですね、2番っていうのは5番から8番までですね、3番っていうのは、9番から12番までですね、4番っていうのは13番から16番までになりますね。アーナーパーサティの16項目に、まあそれのこと大体ですけども、子供たちにもなんとなく分かってもらうね。この子ちゃんから見たら、これともこちゃん自分だ、ね、ともこちゃんが自分だ。ともこちゃんからお姉ちゃんを見ると、こっちが他人だね、こっちが他人、そうだね、ともこちゃんここに、お姉ちゃんあっちに、こっちにね。ともこちゃんから見ると自分が自分で、お姉ちゃんは他人になるわけね。ゆきこちゃんから見ると自分がそっちでしょ、こっちが他人になるわけね。だから自分と他人っていうのがいつでも一緒にいるわけね。で、自分と他人がどっから出てきたかって、これからね、探求していくわけだ。すごいね。ともこちゃんとゆきこちゃんはどっから出てきたの？お母さんの中で。お母さんから出てきたのね。
偉いね、よくわかったね。そうすると、自分っていうのは、ともこちゃんは、どれ、この辺に書いてみようか。お母さんからできてるわけね。自分は、お母さん。母からできてるわけだね。でも、お母さんだけいたら生まれてきたと思う。誰いたの、あと。お父さん。お父さん。父もいたわけ。ほぼ。うん？ほぼ。うん。父もいたわけね。そうすると、どっちもいたから自分が出てきた。ゆきこちゃんも出たし、ともこちゃんも出てきたわけだね。でも、お父さんはどっから出てきたと思う？お父さんのお母さん。お父さんのお母さん。これにも母がいるわけ。あとは？お父さん。お父さんもお父さんいるわけですね。そうすると、このお父さんもね、こっち、二人から出てきたし、こっちもそうだね。母と父とどっちからも出てきたわけね。そうすると、自分にはいつでもお母さんとお父さんがいるっていうかね、どんな自分にとってもね。で、お父さんとお母さんがどっから出てきたかは後からにしましょう。ややこしいから。そこまでわかると僕ら困るからね。よし、じゃあやるよ。手拭いて。手拭いて歩き、僕だけかな。そしたらね、そうやってさーっとだけね、これやって、あと筋貧ね、ウォーキングメディテーションやりたいと思いますね。じゃあ、ともこちゃんとゆきこちゃん、今度は向かい合って座ってくれる。息の観察の指の肩からさーっと、アーナーパーナーサーって復習をするから向かい合って、ともこちゃんもうちょっとこっちに来てくれますか？この辺に。ゆきこちゃんはもうちょっとこっちに来て。はい、そうですね。はい、だって息の観察やるとき、指の動きでやったでしょ。それでやろう。ね。じゃあ右手こう出しておいて、あとはいいです。じゃあ皆さんは指を動かさなくてもいいですから、子供たちは指でね、息吸った時手前にね、インでこうやるでしょ、アウトでこうね、また息吸ってインでこうでアウトでこうやるやつね。じゃあ鐘の音入れますから、その前に目をつむって手だけ用意しておいて行ってみましょう。じゃあ息の観察を指の動きでやって始めてみてください。あと見てあげるからね、合ってるかどうかね。はい、このように息を吸ったならお腹膨れていいんですね。息を吐いたらアウトで引っ込んでいきますね。インで膨らんで、アウトで引っ込みますね。ともこちゃんは、インで、反対じゃない？ともこちゃん反対じゃない？うん。はい、やってください。アウトで吐いていって。アウトね。はい。インでお腹膨れて、あ、そうです。はい。アウト。はい、その調子でやっていってね。イン、アウト。今、ともこちゃんに合わせてます。イン、アウト。そうだね。はい、そうしながら息の観察ずっと続けたままね、腰がちゃんと入ってるかな、自分の体どうなってるかなって考えたら体の観察ですね。カーヤアヌパッサナーと言いますが、体の観察ですね。うん、ね、いい姿勢で座ってたらそのまま息の観察続けていきます。その次は五感、ね、感受作用、ベーダナって言いますが、そしたら息の観察そのまましておいて、指動かしておいて、五感のうちで何か気づいたことあったら僕にちょっと言ってください。気づいた時にでいいです。無理やり考えなくてもいいです。うん、そうね、犬の声が聞こえた ね、うん、ね、指は動かしておいて息の観察続けていることを忘れないで、今は耳を使って犬が鳴いたなって五感で捉えたわけです。これでベーダナーアヌパッサナー、感受作用のところもやったわけですね。それから今度は思いの観察ですから、息の観察そのまましていって、何か自分の頭に思い浮かんでくることがあったならまたその時でいいですから教えてください。
しんさんがね、耳触ったらね、そこでね、耳のね、なんか前、なんかじわっとしたからね、冷たいなと思ったね。と思った。しんさんの手冷たいなと。ああ、僕は冷え性だから僕の手が冷たいなと思ったそうです。まあこれも感受作用だし、あとまあ冷たいって判断してますね。判断してますから何がしかその頭の思いも入ってますね。で、息の観察はそのまま続けていたわけです。説明するときはさすがに子供ですから、さっきイクちゃんはこう止まってしまって息の観察続けられなくなったんです。これは当たり前ですね。で、その後またやってるから戻れたわけなんですね。いわば息の観察を対象としながら説明しようと思ったために、まあ、心を分散させる能力子供はあまりないですから、そこで息の観察外れましたね。で、説明終わったらまたこのように息の観察やってますから戻れた、獲得したわけです。いわば行念獲得が入ってきたわけなんですね。はい、ともこちゃんはこの通りね、お腹のと指の向きまだ合ってて正しくやってるわけです。ずっと息の観察ね、これでもあれこれ感じてるんだと思うんです。ともこちゃん、なんか聞こえたことある？さっき。ん？何々？聞こえました。ん？子供の声がしたね。僕も聞こえた。ね。ちゃんと聞こえてるんだね。あとなんか頭で考えたことある？何か。あのね、赤坂でね、あるモスターでね、誰かがね、チャリンジャリンって遊んどった。ああ、そう。それ思い出したの。あ、今音が聞こえてそれ考えてるわけね。じゃあ耳で捉えたのと、まあ遊んでるっていうことを考えてるわけですね。今遊んでるって自分で言ったけれども、音を捉えるだけならあの感受作用ベーダナーですが、その次の3番の心、頭ですね。あれは遊んでるって判断してるわけです。子供がって、やっぱり子供がですね、他の子供を子供がなって判断してるわけなんですね。これはもう3番まで来てるわけなんですね。はい、じゃあ次息を吐く段になったら腰、背中、首、頭の力でダーンとリラックスしていいよ。はい、そう、はい、そうですね。じゃあここで一旦休憩してね、あの筋貧やりますから、ゆっくり歩くやつやったでしょね。まず歩く練習やってみましょう。で、今日はあのまあ皆さんもお立ちください。筋貧やりますから、あの手をつながないで歩くやつとね、あと手をつないだ場合に、この前ちょっとともこちゃんと僕の足の大きさがあまりにも違ってて合わなくなりましたので、それをどうするかっていうの問題やりたいと思います。で、皆さん僕の方を見て前の方に歩けるようになるべく後ろに下がっておいてくださったらいいですね。そっちからこっちに歩いてきてもいいですし、ぶつかるから皆さんこっち向いてもらった方がいいですかね。で、前の人歩けなくなるとあれだから少し全体的に下がってもらって、よし、これぐらい離れてて、まあ何歩かだけやるって、あと後ろに戻るからね、僕たちはね。それで今日筋肥初めての方もおられるかもしれませんので、最初からあの説明いたします。で、筋肥やるときは最初両足揃えて自然体でこう立っておいてくださいね。両足揃ってる、ちゃんと。はい。で、手はですね、前週の方ですとね、あの親指中にしてこうやって手重ね合わせる射手とかですね、下にする一手とかやりますが、まあ僕たちはこういう緊張を作りたくありませんので、片手の親指を片手でくるむようなこういう感じですね。それでいいですよ。はい、こんな感じにするのが多いですし、あるいは合掌してくださっても、手を折り合わせても、あるいはその中間の方法としてはね、あの前週と僕らのやり方合わせようと思ったら、まあ親指中にして握り拳作ってね、無理やりこう垂直にするんじゃなくて、適当なところに置いてこうやって軽く触れておく方法も考えられますね。まあ、これを自然にさりげなくしたのがこうです。親指中にして握り拳作ると、ちょっとここ緊張しますでしょ。それ避けるために、どこまでも僕は緊張をなるべく作らないようにということで考えてるんですね。そしてどちらから行ってもいいんですが、右足から行きましょうか。息吸いながらかかとを上げていって、足先も上げて、かかとを左足の真ん中に置いて、そーっと下ろしていきますね。次の息吸うときに左足のかかとを上げて、左足のかかとを右足の真ん中に置いて、そーっと息を吐きながら下ろしていきます。息吸いながら右足上げていって、息を吐きながらかかとから下ろします。
イン、で左足上げていって、アウト、でゆっくりと下ろしていきます。イン、で右足上げていって、アウト、でかかとから下ろしていきます。イン、で左足上げていって、アウト、でかかとを下ろしていって、その次のインでかかと上げていって、アウトで一応両足揃えてみてください。まあずっと歩いていってもいいんですけれどもね、まあほどほどのところでね、まあバックステップの練習したらいいんですが、行って戻るときにはですね、あのこのように一旦終わらせて戻っていってもいいですし、もちろんさっきのそのまま続けるとこういう格好になりますから、こっから戻ってもいいんですが、まあ畳半畳ぐらいのスペースで行って戻ろうと思ったら、ここで一旦止めてね、そして今度同じ足から行くよりも反対から行った方がスーッと行くと思うんですね。で息を吸いながらかかとを上げていって、左足先を右足の中間に戻して、ゆっくりとかかとを踏みしめるようにして下ろして、インで足を上げていって、アウトで後ろへ半歩下げます。インで左足かかと上げて、足先からゆっくり下ろして、アウト、インで足上げていって、アウトで下ろしていって、インで左足かかと上げて、アウトで足先から下ろして、ゆっくりとこう下ろしていきます。次で揃えましょうか。インで上げていって、両足揃えて、アウトで下ろしていって、まあこれでね、畳半畳もいかないかもしれませんね、行ったり来たりで。そのようにして好きなように前に行ったり後ろに行ったりすると、例えば皆さん座ってるでしょ、そうですね、畳半畳、まあこういうところに座っててね、座ってまして、それから座布団使ったにしてもね、あともうちょっとそれぐらいのスペースあったら、こう立っていってね、こっから今ゆっくり歩っていきますね、こう歩っていって、まあ途中省略してこの辺まで来たとするでしょう、こう揃ったとしますね。またゆっくり戻っていきますね。こんな感じで。視線は普通に見たいところを見ておいたらよろしいです。こうやって戻っていったとしますでしょ。でここまでの間2往復ぐらいしたらね、またこう来て、あの座れますでしょ。これですとおそらく畳半畳ぐらいのスペースでね、座布団あったにしても人様の邪魔にならずにね、座禅もですね、それから禁品もできるわけですね。まあそれが一つと、今度はね、子供と一緒に行う場合ですね、この前はちょっと失敗があったんですがで例えばね、僕半歩ずつ行こうね、僕が半歩行った時にはゆきこちゃんとともこちゃん半歩やってみて、うん、で僕がまた半歩行くとゆきこちゃんとともこちゃんやってみて、これでにあの右左で行ったわけでしょ。次半歩また行ってみて、また半歩行ってみるでしょ、うん、だん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 僕の方が前に出ていくんですね、当然ね。こうやると僕の手が後ろに後ろに行っちゃうでしょ。これではまずいんですね、子供と一緒にやるとき。それでね、子供の場合はね、僕らは半歩半歩のときに、ゆきこちゃんとともこちゃんは僕の足見てね、こう行ってね、かかとをつま先のところまで持って行ってみて、ね、そして下ろしてみてください。で、その次も左足でかかとのところまで持って行ってみて、そうそう。じゃあそれで行ってみてね、僕は半歩行くから、右足上げるでしょ。そしてこう、僕は半歩行くから、ともこちゃんはお姉ちゃんみたいに一歩、はい、そうそうそう、僕は半歩行くから二人とも一歩行ってみて、お姉ちゃんみたいに行って、そう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 、で僕が右足半歩行くと一歩、そうそうそう、はい、また左前、こんな感じで行くとね、大体揃うんじゃないかと思うんです。ですから僕たちが半歩半歩の時、子供と一緒に行く時はね、子供たちには一足分ずつ進めてもらったらいいと思うんです。じゃあそういう禁品をね、あの皆さんも練習したらいいですから、じゃあ今度また手組んでね、さっきやったのは半歩半歩の禁品ですが、今度は一歩一足分ですね、こうやって進んでいく練習もちょっとしてみてください。もちろんこういう方法もあの我々の
ヨガ禅の禁品としてはあり得ると思いますので、ね、これも有効ですから、これをまず練習してみましょう。じゃあ今度は僕当然前の方に行くと思いますがね、両足揃えてください。一旦息を吐いていって、インでかかとを上げて、アウトでかかとを足先まで持っていって、ゆっくり下ろしていって、左足上げていって、イン、アウトで左足のかかとが右の足先、インで右足上げていって、アウトでかかとから足先に下ろして、イン、アウト、イン、アウト。次で一旦揃えましょう。左足でイン、アウトで揃えて、今度はバックステップのね、一歩一歩行ってみましょう。右足上げてみましょうか。インで右のかかと上げて、足先を左足のつま先かかとあたりで、あとアウトで下ろしていって、インでかかとから上げて、アウトでかかとのところに足先合わせて下ろしていって、インで上げていって、アウトで足先をかかとに近づけて下ろして、インで上げて、アウトで下ろす。こういうのもやってね、もう一回インで上げて揃えてみる。アウト。こうやっていくとね、その人の平行感覚わかるんですよ。フラフラしたりなんだり、ね、田辺でこの前やって、田中さんっていう人たちとやったらね、彼体はまだしっかりしてないんですよ。だからゆっくり歩かせると目開いてるんだけどもね、こんなにある、ね、それが後ろになったらもう全然田辺でこんなになったりするんですね。ですから皆さんの健康の度合い、あの平行感覚っていうんですかね、そういうのこういうふうにゆっくりやるってね、半歩半歩だとね、ごまかし効くんですよ。こうやってすり足しながらね、こういけるんですがね、一足一足だとね、バランスよっぽど取ってないとね、こう崩れちゃうんですね。特にバックステップの時にね、こういってね、上体がこう揺れ動くなくね、揺れ動かないでスーッと後ろに行ってっていうのは、これなかなか難しいんですよね。ですからまあそういう意味でも、自分の平行感覚に気づくっていうことでもね、やってみてください。その他にね、まあ、ウォーキングメディテーションやるときにはですね、息を吸いながら、例えばハン先生が言ってるのは散歩歩って、その次の散歩は吐くとかですね、まあ、例えばですね、こういうふうにやらなくて、普通に歩いてるときでも息、まあ、吐いておくでしょ。そんで吸いながら、インインイン、アウトアウトアウトって息を吸いながら散歩歩く、そして息を吐きながら散歩歩くとか、逆にじゃない、もっと4本ぐらいずつですね、行ってもいいでしょうね。まあこれも子どもたちと一緒にできないことはないわけなんですね。で、子どもたちは息短いですから、4歩とか6歩とか長すぎるんですね。で、3歩ぐらいが、2歩ないし3歩ないんですが、まあ3歩ぐらいで行ってみましょうかね。じゃあ2人とも歩く速さはね、適当でいいからね、息を吐いておいてください。はい、息吸いながら、吸って吸って吸って、吐いて吐いて吐いて、吸って吸って吸って、アウアウアウ。今度後ろに戻っていってみようね。まず息を吐いておいてください。はい、吸っていくよ。インインイン、はい、吐いて、アウトアウトアウト。吸って、インインインアウトアウトアウト。こんな風にね、まあ子供たちとインとアウトを手がかりにしてね、やっていってもいいわけですね。皆さんの場合でしたらね、まあ、例えば4歩をね、吸って、それから4歩吐いてとか、逆にじゃない、もっと発展させて、4歩の間吸って、8歩の間吐いていくとかね、いろいろ工夫したら、歩きながらでもウォーキングメディテーションできるわけですね。まあ、ハン先生のビデオとか、見てですね、ご研究なさってみてください。まあ、適当にこう歩ったりするとまた座れますから、もうちょっと座って、外の世界のことちょっと勉強してみよう。じゃあ、また座ってみよう。どんな座り方でもいいですよ。合わせてやってくれてた。気づいて合わせてやってくれたんだね。思いやりだね。優しいね、ともこちゃんは。
じゃあまたちょっとだけ座ろうね。さっきのアーナーパーナサティの続きやって、イン、アウトもあったね。楽器はあっちにあったな、ここにあるんだな。あれでイン、アウト弾いてやりたい？ん？イン、アウト、一回ずつ伴奏したい？じゃあ、あれ持ってきて。見えた、浮かぶ。持ってきてちょうだい。おもちゃ。はい。それ、後ろやってても弾ける？見てないと弾けない。でも、これ、これやと弾けない。あ、そう。出しておいて最初座って、後で歌う歌を、ね、気づきの歌ね。わかる？ある。あ、出た出た。わかる。うん、まあいいよね。よし、これは後からね。音がないからできないよ。まあいいよ、後から、ね、低い方で転調、調を移してやったらいいんだけどね。まあこれは後からやろう。じゃあまず先座るのやろうね。はい、ともかちゃんもここに座ってください。後から1回ずつ弾いてもらうね。ともちゃんもうちょっとこっちかな。はい、じゃあいい姿勢で座って、今度は手動かさないで息の観察するから、お腹膨れてるのかな、ね、引っ込んでるのかなでいこうね。じゃあ鐘の音を1つ入れますから、皆さんもアーナーパーナサティをお始めください。このようにしてアーナーパーナサティをしていますと、自分の息、ね、ブレッド、息の観察をしながら、自分の体、頭のてっぺんから足の先までの体などをしているのかな、どのような姿勢で座っているのかなということ、座って目を閉じていても大体わかりますね。目を閉じていてもわかるっていうのは、例えばまあ、お二人ともちょっと腰こう抜いてみて、目をつむったままね。そうすると腰抜けてて頭下がってるなってわかるでしょ。それから息を吸いながらまた体を起こして目をつむって、自分としてはいい姿勢だと思って座ってると背中がまっすぐ伸びてるなってわかるでしょ、ね、目をつむっててもわかるわけね。自分の体どうなってるかなって大体わかりますね。それから五感、ベーダナ、ね、五感で捉えるもの、これは耳なんか目をつむっていた方があの犬の鳴き声とかよく気がつくでしょう、ね、目で見ていると
目で見ているものに聞い取られるから、耳の働きとかちょっとこう気が奪われてしまいますね。だから目を閉じて静かにしていると外の世界で何が起こっているかよく捉えることができますね。犬の音、ともこちゃんもゆきこちゃんも今聞こえますか？うん。そうするとさっき自分と他人とか自と他とかちょっとだけ勉強しましたね。とゆきこちゃんにとって自分であるゆきこちゃんから見たら犬は自分かな、他人かな、他。ともこちゃんは、ともこちゃんが自だとすると犬が他になるわけだね。そうすると五感を捉えて、五感を使って捉えることのできるもの、耳で感じることのできるものは自分じゃなく他、他の世界っていうことだね。まあそれを難しい言葉ではね、法って言ってます。でパーリ語ではダンマって言ってるけれども、自分じゃない他、あるいは外の世界のこと、それをダンマと言いますね。だから五感を使って自分のことにも気づけるけれども、外の世界ダンマにも気づけるっていうことだね。じゃあともこちゃん、ちょっとゆうこちゃん目開けてごらん。ともこちゃんとゆうこちゃん手で体温こうどう違うか見てごらん。熱い。そうだね、なんかね、汗か、うん。そうすると皮膚ね、皮膚を使ってね、今他人のその温度分かったわけね、ゆこちゃんはね。ともこちゃんはお姉ちゃんのどう思った？熱くなる。熱い。熱い？お姉ちゃんも熱い。そしたらこの僕の触ってから。冷たいでしょ？ねえ。そうすると今度自分の手触って、自分で。うん。ね。そうやって自分のね、皮膚で自分の皮膚を感じることもできるし、自分の皮膚で他の人ね、僕なら僕の温度もわかるでしょ。さっきね、これってこことこのちょっとあってさ、こっちがとこっちがとさ、うん、太陽違ってきた。あ、こっちの方があったかいね。こっちこうやって、こうやって。そうね。それでこのように足も手もね、あったかさが違ってくるっていうのに気づくのは五感のどれかな？皮膚ね、そうね、皮膚、こういう皮膚ね、それで感じるわけね。だから自分のこともわかるし、他の世界のこともわかるでしょ、ね、だから五感っていうのは自分のこともわかるし、それから他の世界のこともわかる。その他の世界のことをダンマっていうのね。ともこちゃんはまあちょっと難しいかな。自分と他は分かったね。ともこちゃんにとって他っていうとどういう人いる？ともこちゃん以外の誰が一番身近かな？お父さんはともこちゃんにとって他の人だね。お母さんも他の人だ。ゆきこちゃん、お姉ちゃんも他の人だ。あとはお友達よ、たくさんいる。お友達も他の人だね。で他の人のことね、分かるのは五感がないと分からないわけね。目とか耳とか、うん、主に目と耳だね。だから触ってみるから皮膚もいるね。鼻はどうかな、他の人分かるの。ちょっと関係あると思う。匂いってあるでしょ、お化粧とか香水とか。お父さん髪洗ったりした時とかね、匂いがあるでしょ。それから舌、舌は普通使わないね。犬とか猫とかペロペロ舐めたりして。舌はね、味かい。うん、味ね。そしたら味っていうのは何、食べ物の味。うん、食べ物はともこちゃんかな、ゆきこちゃんかな、他かな、自分かな、他かな、他ね、うん。で他のものを食べると、昨日何食べた、ともこちゃん、夜僕たちと一緒に何々食べたか教えて、みんな。ビスケット、動物ビスケット、うん。あとはカキ、うん、ご飯は何食べた、お父さん何食べてた、お父さん、動物ビスケット食べてた。お父さんはあれやで、うん、あけび、あけび食べた。他にご飯何食べてた、ご飯の時何か食べた、
うどん、うどん食べたの。うどん好き。うどんとあと何ありましたか。ほうれん草。ほうれん草もあったね。ご飯もあった。ご飯もあった。おつゆもあった。ともこちゃんなんか入れてなかったこう、うん。野菜。その他になんか海のもの。入れてみんなにあげなかった。こういう形したの。こういう形。わかった。何？何入れてた？覚えてない？なんだっけ。何？何入れてたの？エビ。そうそうね。エビを食べたのね。あとお父さんと僕だけなんか飲んでなかった？何飲んでた？ビール。ビール飲んでた。お母さんもそれじゃ飲んでるよ。お母さんも飲んでたね。そうするとね、ビールとかね、エビとか豆腐とかね、ほうれん草とか他ね、他だけども自分の体に入ってくるでしょ。ともこちゃんの中にエビが入っていくとどこに行ったと思う？どの辺に行ったと思う？あ、胃袋ね、ここに行ったのね。その後どうなるか知ってる？出る出るんだね、本当に出るんだよね。でも出ないのもあるんだよね。出ないのは栄養になる。栄養っていうのは誰の栄養？自分のでしょ。そうすると他のね、外の世界が自分になっちゃうものがあるわけね。出ていったのはまた他だ、ね、自分から出ちゃったから他ね。そうすると他が入ってきて自分になってね、あといらないものは出ていくっていうことだね。そうするとゆきこちゃんもともこちゃんも他のものがなかったら生きていけないわけだ。食べ物なかったらね。だから僕たち生きていけるのはね、あっち見てごらん、自分が生きていける、いけるのはね、他があるからなんだよね。分かってきた？うん、ね、お父さんビールやお酒なかったら生きていけないんだよ。ビールとかお酒とかいう他のものなかったらお父さんもお母さんも生きていく楽しみなくなるんだよ。動物ビスケットとかね。そうするとありがたいね。だから食べるときともこちゃんなんて言う？なんて言うの？食べるときなんとかって言わない？食べますっていうの？いただきますっていうね。お父さんって将来やれんのん？あれ。なんて？ん？あの言っちゃいけないこともあるんだね。お父さんとかもう一日の人全員バレてるもん。ああそう。うん、まあそれねね。まあそれはいいや。じゃあちょっと黒板のところに、ね、聞こえてるって内緒話してるんだ。よしよし、はい、じゃあここ見てくださいね。この字ね、ともこちゃんにとってはこれね、ともこちゃんという自分ね、それからゆきこちゃんという自分が生きていくためには他の食べ物ね、エビとか豆腐とかほうれん草とかあったでしょ、動物ビスケットとかそういうものがないと生きていけないっていうのはね。だからいただきますっていうわけね。外の世界からいただきますっていうわけね。他の人もみんなそうなんだよ。外の世界のものをいただいて生きてるわけね。まあそういうようなことを大体分かればいいわけだね。だから自分が生きていくのは他があるからって、その辺まで分かってもらったらね。ちょっとこれ消してもら、消させてもらうからね。あ、全部消えたね。うん、上の方消して今のところまとめて今日の終わりにしよう。そっちも消し、あ、そこは残しておいてくれるかな。よしと、よし、いいか、今言ったこと書いてあげるからね、勉強したことね。ここが残ってる。うん、マルコの足が残ってる。マルコの足。ゆうちゃん、自分は。ダンマってここに書いておくね。ね。読んでみた。自分は他ダンマのおかげで生きている、うん、そう、そういうことね。だからありがたいなと思うね。だからなんか親切にしてもらったりしたらありがとうって言うでしょ、ね、ありがとうって言われたらどういうかな、うん、ありがとうって言われた、うん、どういたし、ね、どういたしましてっていうね。そういうのおかげさまって言うんだね。お互いさまっていうかな。おかげさまとかお互いさまって聞いたことある？おかげさまとか、お互いさまって書いてきて、下にトンコちゃんも書けると思うけどね、ひらがなでね。
マインフルネスで書けるね、ゆっこちゃんはね。いいことですね、ゆっくり丁寧に書けるね。そう、漢字で書くかな、漢字で様っていうね何々様っていうね。そうだよ、相手を敬うときに何々様っていうね。書くわ。そうね、こういうね、おかげさまとかね、お互いさまっていうかな、自分はね、他のおかげで生きていること、それをね、難しい言葉でね、空っていうんだね。で、英語ではエンプティネスっていうね。まあね、アーナーパーナサティやるとね、こういう空、おかげさま、お互いさまに気づいていくわけですね。こういうことをあと大人になったら勉強したらいいと思うけどね。まあそこまで大体分かってもらったらもうそれでいいと思う、ね、あ、じゃあこれで拭いてください。はい、拭いてください、ね、こうやって汚れ取れるのもね、こういう台布巾みたいなのタオルがあるからだね。はい、いいですか。じゃあ最後に静かに座って、じゃなくて歌を歌って終わりにしよう。じゃあお楽しみコーナーですよまあおもちゃと、まあ、おもちゃはね、これではね、この前やったからね、今日は1回ずつ伴奏してもらって歌ってね、みんなでアーナーパーナーサティの歌、じゃあじゃんけんして負けた方からああ負けた方から、お姉ちゃんから。じゃあオルガンでいこうか。オルガンで、うん、ね、その音色がいいね、こういう時はね。ちょっとあの最初の音出してみて、それぐらいがいいかなじゃあ、あの1回目ね、メロディーだけね、ゆきおちゃん、1回目片手でメロディーだけで、もう1回あの行く時に伴奏入れてくれる、ね、じゃあこれでインアウト、片手だけ入れる。でもともこちゃんも伴奏できるでしょ、少しできる、できない。じゃあともこちゃんが先、途中からしかできない、途中からしかできないの、うん、じゃあちょっとでもできるよ。まあやってみて、メロディーだけ、でもできるよ、うん、最初メロディーだけやってみて、後であの弾いてもらうから、もうちょっと高めね、これぐらいがいいね。じゃあ最初の音はこれで言ってもらいますからへちょうちょうだねじゃあそれは高いな、少しな、違う、へちょうちょうでいこう、ね、これでいこう、ね、F メジャーでいきますよじゃあ、はい、それで英語でいきましょうか。 In out deep so、 あ、皆さんか歌詞覚えてますかねまあこれに書いてあるんですがゆっこちゃん読んでごらん。インアウト、ゆっくり、うん、じゃあ模範演唱をやってもらおうか、二人に、はい、メロディー、ディープスローね、はい、カーン、みんな行くから間違わないで弾いてよ、うん、伴奏入れてもいい、メロディー間違わなければ、後で間違えるかもしれないから後でしよう、あ、後でしよう、そう、はい、ね、ありがとうじゃあ、行ってください、はい、伴奏入れて弾いてもらって、あとで、うん、あとでともこちゃんにもやってもらうからね。そういえば下ってね、この R とかいう発音に使うんじゃない。ああ、R の発音難しい、うん、じゃあ、あの R がね、ついた、うん、ラビットのやつ、下はラビット、リ、リ、リね、うん、ね、あの、英会話になってるから気づきが多いですよねじゃあ、ともこちゃんは僕と一緒に歌うから、こっちに、はい
歌を知ってるでしょ、もう大体ね。じゃあ、最初の音また出してみてください。どうできるの？あ、この間ベルでしまった。そうね、オルガンね、はいね。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。弾いてみる。まあどうでもいいけど、練習してごらん。はい、練習してごらん。まず一回練習してみてごらん。分からなくなったらお姉ちゃん教えてよ。後ろから見て、後ろから見て、そこから見えるか、どっちにしたい、その辺から。あ、惜しかったね。じゃあみんなで1分間静かに座って終わりにしましょうね。はい、パチンとしてみて、パチンと、これ消してから、はい、気づき、マインフルネスですね。よし、いつもだったら弾けなかったの。いつもだったら弾けなかったの。よかったね、ビデオに撮ってもらった時上手に弾けてね。じゃあ、はい、いい姿勢で座ってください、正真正銘。じゃあ僕、鐘の音入れますから、みんなで1分間ほど静かに座りましょう。じゃあ、やりやすい。いいですか？はい。
では次息を吐くだになったら目をお開けください。じゃあ目なくていい。じゃあご挨拶しましょう。どうもありがとうございました。はい、ご苦労様でした。